申し訳ないなと、ちょっと詐欺ってるなっていう感じがね、ジジイバンドっていうのが正しいんですね。そんなわけで、そんなあのジジイたちをちょっと紹介しましょうよ。ちょっと紹介しましょうか。ちょっとあのジジイから、一番ジジイ私じゃないんですけど、あの私かな。一番ちょっと本立ててるジジイ、ちょっとあの巣の方から来ました板野でございます。彼はね、あれなんです。かぐや姫のね、コピーをやってね、すごい歌声なんですよ。本当は彼の歌声を聞かせたかったんですけど、今日はね、カホンの方いないもんで、急遽、ギターボーカルからカホンの方にやっていただきまして、ありがとうございます。で、次におりますのが、北村でございます。レジェンド北村と呼んでるんですけど、なぜレジェンドかというとですね、まあ、我々のこのバンドも含めて、あと、口笛のグループであるとかですね、あと、エクリプスというロックグループであるとか、とにかく、この今の板野のグループね、板野のかぐや姫のグループも JJ、 あ JJ してジジイバンドです。ジジイ、先ほどのジジイですね。そうなの、ジジイなんですよ。で、あの北村の方はね、全部あのベースを担当してまして、もうそこら中のベースを弾いててね、忙しいんですね。それと彼はマラソンマンでしてね、実はあのいろんなところのマラソン出てましてね、60歳の部門ではまあ上位入賞3位とかですね、かなり、タフな男でございます。で、一番そこに控えているのがですね、山田でございます。彼はね、あのリードギター僕らにやってもらってるんですけど、今からやる曲のね、落葉とかですね、さっきやったものとかですね、まだほとんど2曲ぐらいしかできないんですけども、頼りにしてます。全部耳こびでやってるという素晴らしい人です。じゃあ行ってみたいと思います。あの最後の曲なんですけども、落葉というね、吉田拓郎の名曲をね、できるかな。はい、頑張りますんで、行きます。
ントでした。どうもありがとうございました。紹介を忘れてました。そうだ、一人忘れてました。宮本さんです。あ、私、宮本と申します。そうですね、私忘れた。ケイシさんもしてませんじゃね。私はケイシと申します。山本圭介でございますので、はい、ありがとうございました。